時は室町、未曾有の大飢饉に疫病の蔓延、崩壊する秩序、世はまさに暗黒時代。そんな国を憂い、命がけで新たな時代を切り開こうとした者たち。はばかりながら銭はなし、不幸にまかり通る。この男から戦国時代は始まった。それではキャストの皆様にご登場いただきましょう。名は吉尾宮役、北村一輝さんです。王子役、松本若菜さんです。唐崎の老人役、江本明さんです。西蔵役、長尾謙杜さんです。骨川道賢役、堤真一さんです。蓮田兵衛役、大泉洋さんです。最後に本作の監督脚本を務められました入江優監督です。
改めてキャスト監督に今一度大きな拍手をお願いいたします。それでは大泉さん、発表をお願いします。この映画のタイトルはこちらです。ザン。タイトルが室町ブライと発表されました。室町ブライです。大泉さん、ブライというのはですね、あの無法な行いをするもの、もしくはそういう行為という意味があると思いますが、はい、改めてこの室町ブライというタイトルを初めて目にされたとき、どういう印象をお持ちになりましたか。まあ室町時代というのはね、まあ、皆さんもご存知の本当にあの戦国時代の直前という、ただあまりこう日本のこう映画史の中で言うとやっぱりこう戦国時代が多いですから、でも本当にあのその戦国時代に入っていく室町時代の本当最後の方の応仁の乱の直前の時代っていうのは、まあ本当に非常にこう荒廃したカオスな時代だったんだろうなと思いますから、そこでその室町ブライというあのタイトルを聞いた時には何ともやっぱワクワクするというか、何が起こるかわからない映画なんだろうなという、正直やっぱワクワクはしましたね、はい、脚本を読み、そのト書きを読んでいくにつけて、これどうやって撮るんですかっていうね、まあ、でかいからね、スケールがね、ここどうすんのかなっていうのはちょっと思いましたけど、ただやってみると思いのほかこの人たちは人力でやるんだなっていうね、なんかもうちょっとその CG とかやってくれるのかなと思ったんですけど、あ結構人力っていうね、まあ、ある意味だからまあ一番今の時代でいうと贅沢なやり方でね、もう一つもうちょっとなんか工夫ないのかなと思うぐらい我々が大変な映画でした。大泉さん、人力でやったってありますよ、ここまでここまでやんのかって改めて思ったこと。いや本当にね、今そこにあるあのこうねバーっていう写真のね、なんかもう火の玉だらけのちょっと気持ち悪い写真ですけど、いやいやいや、まあまあまあ、よく見るとこれね、人々が松明持ってるわけで、はい、何人呼んでんねんというとんでもない数の京都の俳優さんたちが来てて、そんでそのなんといってもまあこれね一気の話ですから、うわーっと民衆が一気を起こすわけですよね。で本当にあの当時と同じぐらいの人を呼んだんかってぐらいな一気の数なわけですよ。でそれをわーっと撮影していくわけですけど、とんでもない広いその東映のオープンセットの中でうわーっと何百人も撮影してるわけですよ。ほんでまあ要はカットとかも聞こえないんですよね。だからとっくにカットかかってんだけど、端の方のエキストラずっと一気してるんですよ。冬に死んでしまうわと思いながら、大変でしたね本当。監督も大声でオッケーとか言ってるわけですよねこれね。あでももう助監とかいっぱいいるんですけど、それでも聞こえないってことですね。聞こえないよ。僕とね堤さんなんてもう相当離れてるんだけど、はいはい、なんかそこでねなんか会話するんですけどね、聞こえるわけないだろうみたいな。でもなんか聞こえるみたいなね。まあ、堤さんうなずいていらっしゃいましたけども、なんかそうですね、かなり叫びましたね。叫んでるけど、あの周りのその一気起こしてる人たちもわーわー言ってるから聞こえてるのかな。